今回急遽カメラ回してるみたいなところあるから、これめちゃくちゃでかいんだよ。いろんな要素がもう詰まりまくってる。歴史的な動画になったかもしれない。はい、どうもこんにちは、みおりです。いつもお世話になっております。そして今回のカメラマンが探検くんです。いや、実験です。やっちゃったか。出ていくなよ。やっちゃった。いろよ。え、部屋から出てる。あ、いや、めちゃくちゃ探検厳しい。囲い利用制所じゃん。ごめん、具志堅。はい、一緒に伝説作っていこう。あー、逆、左手。今日はね、作業としては最高の瞬間、待ちに待った飼育者が最も待ち遠しく望んでる瞬間の作業でございますが、はい、胴上げ。いや、待ち望んでるのはそれはペナントリーグの選手たちかな。どうでしょう。違います。あ、これかってなると思う。ウカ掘り出しです。おー、これか。優しい。さては元直属の後輩だな。周りには俺の靴とか蹴るけどね。いや、それ蹴ってねえんだよ。だから俺がクワカモの部屋来た時ね。来た時に、うん、お邪魔しますって。そう、おはようございます。バシッ。俺蹴ってねえんだけどな。今日は正直もうちょっとこう待ってから本当は掘り出した方がいいんじゃないかなってぐらい、うん、結構羽化したての子が多い、はいはい、っていうのがあるんだけど、どうしても我慢できない理由っていうのがあって、うんうん、もしかしたら自己記録更新してんじゃないかって子がいるから、ちょっとね、はい、基本的にカゴにいっぱいになったら動画にしたりとかしてるんですけど、うんうん、ちょっとねカゴいっぱいになるには、あの羽化待ちの子たちが、うん、まあ、今回大型の平田クワガタ系の羽化掘り出しになるんだけど、うん、ちょっとラグがあるというか、ちょっとねさなぎもうそろそろ羽化しそうって子がまだいないから、うんうん、ちょっと一時時間かかっちゃいそうだから、ちょっと待てなくて今回掘り出すって感じです。まあ、ちょっと飼育者あるあるでもあるかもしれない。楽しみゆえにちょっと早めに掘り出しちゃうみたいな、はいはいはい、っていうところ、ちょっとそこだけね、まあ、逆にでも羽化したてのちょっと神秘的な要素もあるんで、うん、はい、うん、それも飼育してないと見れない姿なんでね、うんうん、そこをちょっと楽しんでもらえればと思います。はいはい、今回羽化してきた子こちらです。はい、はい、こちらです。逆。おい、なんだよその逆の舞。ゆっくりと変なフィニッシュ。ごめんごめん、何それ。確かに届かなかったわ。これだ、ごめんなさい。それそれ、はい、こちら合計5匹になります。普段は大型の平型の時ってここに5つ大型の平田系の、うん、まあ、この DDA の、まあ、G0F0 の2300のボトル系の子、うん、っていうのが5匹溜まったら動画にしてるって感じなんですけど、はい、今回はちょっとそれが3匹って感じ、うん、で一応動画外で掘り返す予定だったお、カブトムシもいるんで、はい、なんか逆にレアラッキーかな、ラッキーかもしれない、うんうん、まあ、逆にだからこの2匹動画外の予定だったのがここで掘り返せるから、それは良かったかな、うんうん、っていうところなんで、この5匹を掘り返していこうと思います。はい、はい、まあ、先に種類としては4種類かな。4種類です。5匹4種類。5匹のうち4種類だから、もうじゃあもう濃ゆいじゃん。だいぶもういろんな種類が見れると思う、うんうん、っていうところなんですけど、まあそれはその都度言いましょうか。はい、はい、まずカブトムシからいきますんで、うん、その前に、必要なものを出します。こちらです。はい、逆。いや、そんなことないだろ。え、どっち。え、ここ、こっちにあるからよくない。あ、そうだ。ちょ、うん、え、もう逆境入った、もしかして。何、逆境。逆境。うん、ちょっと入った、もしかして。動画外でいろいろ、うん、なんか待ってる時間ってわけわかんない。いや、俺がじゃあ戸惑ったわ。戸惑った。いや、予想もう困って戸惑った、もう最上級。戸惑った。あ、そっか、合ってんのか。いや、味的に逆。あ、でもこういう気持ちなのかもな、初めて逆だった時って。うん、逆じゃないから。あ、逆じゃないっていう逆を食らったから、俺の試験から。逆返しね。いや、えぐいわ。すげえな、その逆返し。測り用のノギスと、うん、掘り返しのスプーンです。はい、はい、これで掘り返して測っていきますんで、うん、はい、まあ、カブトムシは測んないやつもいるかもだけど、はい、とりあえず1匹目、うん、いきましょう。まずこれがテヘルケヘラズのカブトです。足が長いですか。足長くないです。
いやいや、もうちゃ動揺しすぎだってその一撃で仕留めようとしてた。え、違う、うん、違う。これはね、具志堅もう3年前なのか、2年前か3年前、うん、具志堅いなかったかな。愛知って2回行ってるよね。2回行ってますよ。1回目の、はいはいはい、クワプラでお買い物した時に購入した子、から類代してる子って感じで、はいはい、あ、そう、すごい歴史がね。歴史があるよ、本当にね。そう、その時野外個体だったから結構いい値段して13万ぐらいしたのかな、っていう子なんだけど、まあ、無事に類代が進んで、うん、この子は2022年の10月に孵化してるから、まあ1年ぐらいですね、はいはい、1年ちょっとで孵化してきました。これ結構かっこいい子で、どうだろう、メスかな、もしかしたらメスかもしれないんだけど、うん、オスはね、ほんとトリケラトプスみたいな見た目の子になります、はい、さあ行きましょう。で、これもうマットで、ハワイアンビートの J01 で、どれぐらい、まあこのボトル1本で羽化まで行きました。22度管理、さあ交換なしです。交換なし、で1匹ずつやってるんだけど、今年はちょっと多頭飼育でチャレンジしてみたりもしてます。さあどうでしょう、オスかメスか、いきます。こちら、はい、お、メスですね。メスもね、このね、大激ザラつきが、頭の光沢感と、ここ結構背中部分のザラつきがすごい綺麗で、かっこいいよね。そう、オスはほんと、まあ胸の部分に3本まっすぐスッとトリケラトプスみたいな角が生えて、で頭からも角生えて、4方向のね、角がめっちゃかっこいい。お気に入りの種類なんだけど、はい、飼育もすごいしやすくて、卵も、まあ、幼虫も結構取れやすいから、うんうん、そう、おすすめ。今もう1万円切るんじゃないかな、ワンペア、飼育個体とかだと、っていう子だから、まあ過去動画で上がってたり、そのそれこそクワプラの時に登場してたりとかあるんで、うん、あとはまあ生配信で羽化した生態全部掘り出すの時とかによく登場してるから、うん、ぜひ、配信のアーカイブとかも見てみてください。お願いします。いや、無事で何よりです。はい、はい、まあ、メスはサイズは測らず、いきましょうか。まあ、メスの方から羽化してくるって感じですか。まあ、やっぱちょっとメスの方が早いね。うん、うん、でもまあ、たまにメスと同じタイミングで羽化してくる子もいるから、うん、まあ、とりあえず一番羽化時期が、オスメス揃ってる子を類代してるっていうのが多いかな。うんうんうん、休眠期もそんな長くない、2ヶ月ぐらいでもう餌食べ始めて、そっからもう産卵セットも組めるって感じだから、うんうん、全体的に、まあでも幼虫期間はやっぱ1年ぐらいあるね。10ヶ月から1年ぐらいのイメージ、うん、はい、まあ参考程度にお願いします。はい、とりあえず、2匹目、これカブトムシ、うん、はい、こちら、こっちはだいぶでかい瓶、うん、ボトルに入ってますけど、これがゴロファポルテリです。おお、これわかる、スパザ、あ、違います、ポルテリって言いました。ゴロファスパサ、え、違います、ポルテリって言ってます。目からビーム出るやつ。いや、もう誰だよおい、スパサのこと何、目からビーム出るやつって、あっちいなかったっけ。うん、俺こいつじゃあ最後に掘り返すってあ、そうか、引きがあるから、ね、引きめちゃくちゃあるじゃん。うん、違う、違うよ。じゃあ分かんねえ、何と間違えてんだよ、うん、じゃあ分かんねえ、目からビームって、え、平岡さんもしかして平岡さん目からビーム出ねえないや、これは、はい、ちなみに前足が長い子です。なあこいつが、こいつがポルテリ。あー、ポルテリ、そう、はいはい、うん、これ昼動画で一回登場してるかな、今年、うんうんうん、これもクワプラで購入した子かな、お任せで、はい、お任せだっけ、店長お任せですか、フリーで買い物したとか。あ、フリーでカメラマンにお任せでお買い物してもらった時かな。あ、違うわ、店長にお任せで5万円分送ってもらったやつかな、うん、の中の子です。はいはい、はい、これベネズエラのフォルムがね、すごい不思議でかっこいい。はいはい、うん、まあ、角、頭の角入れたら最大10センチ近くなるような大きいカブトムシ、ゴロファの中では一番もちろん大きいって感じ。うん、で、これがね、ちょっとサナギの空間が見えなくて、うん、で、他の子、残り3匹幼虫いたんだけど、2匹は無事羽化してきて、この子がちょっと遅れてって感じなんだけど、若干心配。これちなみに2022年の4月に孵化してるらしい、うん、から1年半ぐらい、結構かかったね、結構かかるんだね、やっぱね、うん、
そう、ポルテリはね、類大があんまりうまくいってなくて結構苦手な種類だけど、すごい好きな種類だから、なんとかオスメス揃えばっていう感じだったけど、全員オスではあったかな。そう、だから結局類大はできてないんだけど、この子、このオスとできれば、まあ、メス見つけられたら、クワプラにも一応聞いてみたんだけど、いなかったっぽくて、メスタンが。そう、だからまあオスメスペアとか、まあメスがどっかに販売されてたら類代したいなとは思ってる種類、とそろそろ出てくると思うけど、ちなみに全部22度から、まあ、21度前後って感じになってるかな今は、平均的に言うと22度前後ですね。来ました来ました、確認できた、どうだ、無事か、あ、元気です、あーよかった、よかった。さあこれすごいね、でかそうですよ。お、来た、おお、ちょっと見る、はい、ほら、うわー、すごいね、雰囲気あるね、綺麗に羽化してそうじゃないかな、よし、いやよかった、とりあえず無事そうです、さああとは綺麗に羽化できてるかどうかですけど、3200のボトルはやっぱ必要だね、やっぱでかいね、さなぎの空間部屋も、さあ行きます、出しましょうか、行きます、こちら、はい、おお、でけえ、立派、この角、わけわかんないでしょ、すごっ、わお、このね、この角とこの前足、この後ろ足とかは全然通常なんだけど、この前足だけすごい長い、うわぁ、いや立派だね、これ色味は、そう、この状態、これが通常の色、こういう色のやつ、クリーム色というか、そうそうそう、ちょっとオレンジと、まあ、ちょっと白っぽい色味も入って、すごい色も綺麗だし、足も長くて奇妙だし、で角も上に上がってる、この折れそうな角というか、迫力もあるけど、この角が細いからちょっと華奢な感じも感じて、そういろんな要素がもう詰まりまくってる、そうですね、うん、かまじいのようなね、あー確かにね、セントチヒロの、すっげー長、長いよな、これこれすごいね、これ見て、おお、いって、あーあー、サムネ用に、はい、おー、わお、やっぱかっこいいな、めっちゃ好きで、でもやっぱちょっとね、交尾をうまくできてないのかな、うちで類大してるときは、なかなかね、メスが産まなくて、で野外個体の子は無事に産んだんだけど、っていうのはやっぱ交尾ちゃんとできてないのかなって思ったっていう、うわー、おしっこいっぱいされたおしっこいっぱいされたんだけど、ちょうど映ってなかったっす、いや最悪じゃん、三森さんしか今撮ってなかったくん、もうちょっとカブトムシじゃないみたいだね、こんな長いの、インパクト強いな、これすごいよね、しかも結構立派、あ、いてててて、結構なんだろう、なんか一応図鑑とかで僕が小さい頃見た記憶で言うと、結構竹とかそういった場所、竹が多い地域にいるから、その細い枝とかにしがみつけるように前足を発達したみたいな風な説があるけど、実際はどうかわかんないけど、こんなのが自然界にいるわけだからね、すげえな、すごいよね、ちょっと測ってみる、ちょ、測り方が正直俺わかんなくてね、こいつ、こう両方もこう上、天空を突き上げるからさ、どういう感じで測ればいいのか正直分かってないんだけど、多分頭をちょっと倒すのかな、さあ、まあ参考で、こんなもんかな、はい、来ました、お、サイズ 93.1、 あ、頭をある、まあこんぐらい寝かした状態で 93mm、って感じ、まあだから結構でかいんじゃないかな、あ、でも結構もうすぐ動き出しそうだね、爪も強いし、だいぶ固まってる、いや、かっこいい、しかもしっかり角も伸びてくれました、この角がもうすぐ簡単に割れちゃうから、いや、これはいいね、虜になっちゃうね、やっぱ類大したいね、
お家で見れるなんてすごいな。いやこれがすごいよね、うん、ベネズエラで生まれてる子だからね、うん、普通。なるほどなるほど。だからもうポルテリかカブレラかカブレラってベネズエラなんだ。そうベネズエラ、あの助っ人外国人ね。そう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 、 あれベネズエラなんだ。そうらしいよ。今牛飼ってるらしい最新情報。ステーキ用の肉を育ててるらしいよ。すごい好きだ、ね、日本で牛に興味持って和牛がすごいうまいからっていうのをやってるらしい。あいや懐かしいねカブレラカブレラ持ってかれちゃった。せっかくまあまあ話したけどね。カブレラマジパワーあるから持ってかれるんだよ。いやじゃあそういう意味じゃねえだろ。好きすぎるんだよ。ライオンズファン、ね。ライオンズファンだからね。うん、やっぱ伝説の助っ人だから。いやでも無事で何よりでした。一応サイズも書いとこうかな。まあ、93ミリ。まあ参考程度だけど。あの測り方で合ってんのかな。ちょっとそれすらも分かんないから。もしポルテリやってる方で。測り方どんな感じなのか、もし知ってる方いたら教えてください。お願いします、はい、ということでここまでが一応動画外でやるはずだったやつ、はい、だから世に出ない可能性があった子たちがこうやって世に出れたっていうのはいいの、嬉しいこと、うん、いやよかったね、うん、2人とも、いや2人というか2匹とも無事で何よりでございましたけど、はい、まあ、こっからがこの動画の本番の可能性が高いというか、あっていうところなんだけど、種類は今回パラワンオヒラタとスマトラオヒラタです。まあもう二大巨頭、はいはい、うん、もうほんと東京タワーとスカイツリーみたいなね、日本を代表するみたいな感じのところの種類、はいはいはい、飼育下のヒラタクワガタといえばで、やっぱ1位2位を争うのがこの2種類だから、うんうん、で、パラワンが世界最大のヒラタクワガタなんだけど、うん、今回はスマトラがちょっと自己記録更新しそうかもしれないって感じ。お、うん、なんでパラワンからちょっと行かしてもらいます。はい、はい、パラワンはね今回ちょっとそんなに大きくはなさそうかな、うん、まあ一応体重軽い方からいきましょう、うん、はい、これが2023年の3月割り出し、はい、って感じだから、まあ1月ぐらいかな、だから10ヶ月ぐらいで浮かしてきたって感じだね。10ヶ月11ヶ月ぐらい、うん、って感じで最終体重が 36g、禁止瓶2本で浮かまで行きました。うん、なんかそんなに伸びなかったって感じ。はい、そうパラワンもね自己記録が 109mm で 109.9mm で、うん、110mm 迫るところまで今年来たから、はいはい、そこを来年超えたいところではあるけども、うん、この子はちなみに赤目ですね。おお、うん、赤目のオス出た。さあどうでしょう。赤目ね、あすぐ出てくるわ、いきます。はい、おー来ました。おー綺麗、ピンクだね。おーはいはいはい、あーでもいいか、見える。そうね、裏側的にまだ赤みがすごいのがあって、小ぶりだね、だいぶ小ぶり。やっぱり体重が乗らなかった分だいぶ小ぶりではあるけど、綺麗な赤で、赤ってか、まあ、ピンク寄りかな、うん、って感じの子だね。結構赤目もちょっと黒に近いというか、濃い赤とピンクっぽい赤が出てくるけど、やっぱピンクっぽい赤の方がパッと見の赤色感はやっぱ強いかね。うん、うん、さあサイズはだいぶ小ぶりじゃない。今年一番ちっちゃいかも。ちっちゃく見えちゃうね。恐ろしいな。確かにこれ日本の自然界いたら化け物だけどね、このサイズ。さあ結果は 89.4、 90mm 下回ったね、うん、これだいぶちっちゃい。今年一番ちっちゃいかも。まあちょっと早期羽化ではあるね。うーん、この子が初陣って感じ。この赤目のこの中でいうと、うんうんうん、兄弟の中で一番大きく、あ一番最初に羽化してきた。でもまあしっかり赤になってくれてますね。でまあ綺麗に羽化してくれたんでよかったです。はい、もうもっと真っ黒になると。そうね、うん、目だけがあの赤みが残るって感じ。うん、だからまあパラワンも楽しみだね今後も、うんうん、今年結構赤目がねオスに偏っちゃったから、はい、メスの浮か待ちみたいなところが起きてる、うん、っていう感じではあるけども、さあもう一匹パラワンです、これも赤目、はい、これ 49g、うん、
うん、だからまあさっきの子よりは大きいかもしれないけど、うん、まあ、100g は超えないかなって感じ、うん、だからさっきの子と兄弟 100mm は超えないって感じかな多分。さあ、まああとは無事であればもう十分なんですけど。これ禁止瓶ですか。そう、もうだから劣化して土みたいになって、そう、食って食って、だから2本目から3本目に移すかどうかっていうタイミングでサナギの空間作り出したから、もうそのままウカまで行ってもらったって感じ。だからパラワンもね、 G0 だと禁止瓶2本でウカまで行く子と3本目まで行く子、まあ、3本目まで行く子の方がサイズはやっぱ大きくなりやすかったりはするかな。けど、まあ、2本目でも全然大きくなる子もいるからあれだけど、今回は綺麗にサナギの部屋も作ってくれてたし、水分量もそんなに、なんだろう、水が多くなってるとかそんな感じの劣化でもなかったんで、このままいけました。さあ、いきます。2匹目、こちら。はい、おお、こんな違う、全然違うね。おお、超巨大に見えるな、さっきの子の後から。それぞれの体の分厚い部分もなんかがっしりしてる。そうね、全体的にやっぱでかいね。でも思ったよりはでかくなってくれたかな。いや、でかく見えてるだけかも。うん、後ろもまあほんと同じ時期かな、まだちょっとオレンジっぽさも残るような、うん、これがもともと白いのがこういう色になって、こういう赤みを帯びて黒っぽくなるみたいな、うん、で全体固まるんだけど、目はさっきの子の方がはっきりしてるかもね。ほんのおりって感じだね、この子は。さ、サイズは、まあ、90中盤ぐらいかなと思ってるけど、どうでしょうか。お、待って、意外とでかい。はい、来ました結果、 101.9。 おー、100いってくれてました。全然でかかった、はい、すごいっす。これちょっと101でももうちょっとちっちゃく感じちゃってるな。まあしょうがないっすね、うん、すごい話、うん、あ、そういうクワガタに見えちゃう、なんか赤さが。ああ、ここがね、うん、すげえ今自然な感じだもんね、うん、こういうこの色で止まってくれたら嬉しいなって、うん、たまに思う時ある。コントラストの時あるからね、やっぱね、でこれもね、うん、昆虫ショップではなかなか見れないというか。まあそうね、昆虫ショップでやっぱ固まってきた、うん、元気な子っていうのが多いから。でもあれはあれでいいんだよな。そうそう、立体感出るからね、うん、やっぱ、はいはいはい、足がやっぱまだ、あ、機能しづらい状態だから。はいはいはい、だから骨折明けのあのギブス取った後みたいな状態の感覚、うん、まだ、うん、動ききってないみたいな、はいはい、そう、すごいしっくりきてるみたいだけど、うん、なんとか飲み込みましたギリギリ突っ跳ねようとしたけど。あ、そう、いや、突っ跳ねようとしたんかい。いや、でもよかった、100ミリ超えてくれました、まさかの、うん、まあ、これぐらいの子が多いかな、うちは今んとこ、うん、っていう感じですけど、はい、さあ、いよいよラストです。さあ、いよいよラスト、これがまあ、オープニングからね、うん、ちょっと楽しみで仕方なくて今回急遽カメラ回してるみたいなところあるから、はい、これがスマトラの、まあ、ちなみに2023年の3月割り出したが、まあ、1月ぐらいだから10ヶ月11ヶ月ぐらいで浮かしてきました。で、親が 101.6mm と 51.3mm、うん、で、メスがクロブスタケット、顎が太い系の子ではあるんだけど、はいはい、うん、これがね、最終体重が 67g って感じで、はいはい、で、僕んちの自己記録今年更新した子がいるんだけど、うん、それかこれより、ま、ちょっと前の動画だから、まあ、平田の、まあ、ウカ掘り出しの再生リストからぜひ探してみてください、うん、これはね、その中でもその時が 63g の子だったんだけど、そこから 4g 重い子、うん、っていうのもあるし、ただまあ70超えてきたら100ミリ、まあ、自己記録狙えるかなって感じの、まあ、グラム数でいうと基準ではあったんだけど、うん、この子ね、すげえサナギの部屋がめっちゃでかくて、ここ見えるんだよ。で、しかも綺麗に浮かしてきてそうだし、ちょっと見える、うん、背中の部分、はい、で、こっからここまであるから結構でかいから全然めちゃくちゃ可能性ある。これちょっと伝わるかな、これ伝わるかな、ここちょっと見える、反射して見えないかな。これめちゃくちゃでかいんだよ、こっからここ、うんうん、あ、全然俺させてないけど、こっからここのね、うん、いきますか。ちなみに、そうか、自己記録が5億です。でかいな、おい。
豪華客船タイタニックかおい。あーでかっ。5億ミリなの。知らないです。知らないんかい。5億ミリって何メーターなんだろうな。いやわかんない。ビビるぐらいでかそうだけど。そういう計算苦手なんですよ。あーまあ確かに具志堅、うん、なんかあれワンカラとかさ、一人カラオケのワンカラとかって1って数字あるじゃん、うん、あの看板見たら、うん、目回って貧血起こすもんな。いやそこまで間抜けじゃないわ。計算暗算がちょっと苦手なんです、ま、間抜けで合ってる。それ間抜けでしょ。1見て数字見て目ひっくり返っちゃって 目くらますの間抜けだよそいつは。あまあ5億は言い過ぎた。102.7mm かな。 102.、うん、ああやっぱね、そのパラワンとスマトラって、あそうそうそう、109がパラワン、うん、僕んちはね、はい、でも実際パラワンは 113mm ちょっとって感じかな確か。うーん最大が今のところレコード記録っていう感じが、はい、で、スマトラは今何ミリだっけ。でももうね109とか来てた気がする、確か。すごいすごい。もう110迫るぐらいの感じだった気がするから、うんうん、そこから考えると全然届いてないけど、はい、可能性はなくはない。104ミリとかいったらめちゃくちゃでかいから、うん、ぐらいあってもおかしくないんじゃないかなと思ってます。はい、はい、さあ行きましょう。とりあえず無事そうなのがこう側頭枠から見えてるっていうのが、うん、嬉しいね。なるほどなるほど、うん、やっぱりね体重が乗った子でも、うんはいはい、やっぱ浮か不全っていうそのうまいことを起き上がれずに浮かできなかったりとか、うん、星になっちゃう子っていうのはいるから、うん、より体重が重いとそういう子も増えたりとかね、羽が開いちゃったとか、うん、ってあるからね、そこで言うと綺麗に羽化できてるってだけでも十分、うん、来ました。さあどうでしょう、もうこのまま出すか。俺も見ないで、うん、行きますか。いきます。自己記録更新まで3、2、1。はい、おお、でかそうじゃないか。ごつくない？すげえ、ごついよね。でっかくない？あ、でもなんかクロブスターの感じ出てるね。この子はだから純粋なクロブスターじゃなくなってるんだけど、その顎太い系統って感じ、血が一応入ってますよぐらいで、おー、だから結構体もばらつきが出たりするんだけど、うん、その顎太い子もいれば細い子もいたりとか、うん、でもこの子は結構いい感じで引き継いでるね。いやー、縦も長いし、うん、ここのお尻がキュッと締まる感じ、クロブスターで、顎が太いし、みたいな、うん、え、これはめちゃくちゃごつい。おお、すげえ。これ、やばいね、来たんじゃない、ほんとに。100? 3? 4? 具志堅メーター。いや、わかんねえな。100… え、井森さんのマックスが 102.7。 あー、102.7。 いや、これは歴史的な動画になったかもしんない。マジ？これ、だいぶでかい気するけど、どう？ゆっくり測ってもらってね。だいぶごついもんね。かっけえ。かっこいいな。やっぱごついわ。パラワンとはまた違うよね。だから多分さっきのパラワンと言ったら同じぐらいのサイズ感だと思うんだけど、やっぱ横幅とか顎の形状とか厚みが違うから、やっぱパラワンの 101mm よりも迫力感じる。これはかっこいいね。変な話。うん、フィギュアみたいな。あーでもまあそうね、うん、よりこう今羽化してそんな立ってないからフィギュア感あるかもね。あんま動かないし、ほんと動かないね。いやすごい。しかもある程度固まってきてるかな、さっきのパラワンとかに比べたら。まだまだこれからなんだけど、ちょっと測ってみますか。まあそこはゆっくりね、慎重にというか。ドキドキするな。たっぷり時間を使ってね。いや、これはあるぞ、うん、この、11月30日、うん、朝3時49分、うん、いや、変な時間。日付は置いといて。革命のファンファーレ。いや、でうるさくない？夜中だよ。いやいやいや、なっちゃうかも。通報されちゃうかも。いや、近所迷惑は。どうでしょう、ちょっとだけ開い、頑張って。あ、そう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 。 102.4?102.7。 ここかな、はい。 102.7
102超え全然ありえるね。いや顎がめっちゃ太いわ、でかいわ。はい、来ました、ここですね。はい、結果、うん、101.3。 あー1ミリ惜しい。これで101か。親もう超えてはなかったのか。 101.6 だから親。あー、いや、そう考えたらやっぱすごいな。いや、でも、だいぶでかいね。これはでも、顎も太い。101.3mm。惜しい。うん。けど、顎太いから、ちょっと顎も測ってみようか。はい。いや、更新したと思ってたな。103ぐらいはある雰囲気あったけどね。これ顎が多分太いんだよな。おー。ここですね、はい、 13.8、 うん、やっぱごつい。 13.8 の、で、胸とか頭がね、多分ちっちゃいんだと思う。お尻がすごいちっちゃいから、でかく見えてるけど。ここかな、はい、 35.9、 あ、でもでかいね。うちで言うとでかい方かな、うん、イメージは34ぐらいが通常のイメージ、通常個体、うんうん、血統とかじゃない子は。胸、ね、じゃあでかいね。38ぐらいあるかも。38あったらだいぶでかい感じなんだけど。はい、あ、37.0。なんかここそんな変わんないのか、うん、頭と胸の部分は、うん、まあでもでかい、まあ、1ミリ違うって感じかな、うんうんうん、より顎の発達が際立ってるのかもな。で、このやっぱお尻がね、結構ここが丸っぽくなる子もいるんだけど、丸っぽくなるとよりこう全体的にでかいっていう、それはそれで迫力あってかっこいいけど、こういうキュッと締まってるとやっぱ上半身の逆三角形感というか、水泳選手のごつさみたいな、たくましさ出てやっぱかっこいいね。このフォルムやっぱ好きですね、うん、なんかこれはやっぱ黒ブスターの血を引いてるからこそのフォルムって感じかな、うちの血統でいうと。いや、素晴らしい。はい、いや、無事に浮かしてきました。はい、これは革命のファンファーレ、うん、ならずではございましたけども、まあ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 、でもだいぶでかかったね、うん、いやー、でかいね。いや、素晴らしい。はい、これで以上です。はい、はい、結果的に自己記録更新はならずでしたけど、やっぱ改めて 102.7 ってでかいんだなって思ったね。でもやっぱパラワンの 101.9 よりもやっぱ迫力は感じたから、もうちょいでかく、でかいかなと思ったけどね、はいはい、うん、まあでもちょっとお預けかな、うんうん、でもまだ今後もあの具志堅と禁止民交換したスマトラとか、あれ 85g だった子だったからね、はいはい、うん、そういった子が控えてはいるんで、うん、その子たちが無事に羽化していき来てくれれば、もしかしたら、まあ年内は無理かもしれないけど、新年早々いい報告ができるかもしれないね、うんうんうん、なんでまあ引き続き大好きな種類だから、スマトラパラワン、うん、気にかけてもらえたら嬉しいです、はいはい、でポルテリも、ペヘルケはちょっとメスだったからあれだけど、うん、まあどっちも魅力的なフォルムの子なんで、うん、今回見せれてよかったですね、うんうん、具志堅的にはだった。いやー、まあ最後の猫が、うん、記録更新ならずであったんですけど、うん、まあほんとシンプルなインパクトというか、うん、そうね、あのパラワン見た後だったんで、うん、あの多少体も固まってて、あ、それもあって、そうね、まあ怖さもありますよね。まあね、迫力すごいからな、あれね、かなりインパクトがあったし、うん、もうそれ見れただけでもね、記録更新ならずであったんですけど、うん、もう体でっかい分やっぱりこう綺麗に羽化するリスクもあると思うんで、まあやっぱ難しさは出るんじゃないかなとは思うね、はいはい、だからスマトラもパラワンも綺麗に羽化してましたし、パラワンも101ミリも、まあそうね、予想以上に大きくて、はいはい、良かったですし、うん、なんかこうちっちゃい、カブトムシ、うん、結構昆虫ハウスの方でヘラクレスの成虫か、うんうん、幼虫を見るのが個人的に多かった気がしたんで、あ、最近そうかもね、はいはい、うん、あの普通、まあ普通シンプルなカブトムシというよりかは、うん、まあ変わったカブトムシでしたけど、はいはいはい、それも見れて、確かに、はい、ポルテリのやつも類題が難しいっていうことだ、そう、まあ俺は苦手って感じだけど、うん、でもそれがね、こう綺麗に浮かしてきて、うん、まあ、途中で言いましたね、ここで家でそういう
カブトムシが見れるっていうのもめちゃめちゃすごいいいとこ見させてもらってるというか、あ、いやいや全然全然、うん、それが見れるのもすごいですし、うん、でなんとかね類題できるんだったらね、うん、頑張ってほしいなと思います、ね、まあそうね、うんうん、せっかくならね大量羽化掘り出しとか、はい、あーすごいですね、やりたいからね、うん、ポルテリほんと好きな種類の結構ヒットぐらいのところはあるから、はいはい、生で見て衝撃受けた種類の一種類でもあるから、そうね、それを具志堅とね、いつか、うん、あの埼玉の方でやれたらいいね、うん、あの新しいクワカブの部屋の場所、クワカブキャッスル、キャッスル、そう、クワカブ城でクワカブキャッスルって最近呼んでて、あ、そうなんだ、そう、クワキャスって呼ばれてんだけど、ツイキャスみたいにクワキャスね、そっちもまだ具志堅行ってないからね、そうですね、うん、多分ブリードの幅が広がるといいですけどね、そうね、一軒にまとまって、うん、あとはまあ空調の感じがまたこの家とか今飼育してる環境とはちょっと変わるかもしれないから、はいはい、うん、そこをしっかり対応して、うんうん、まあスマトラはどうだろう、この家ではもう掘り出さないかな、わかんないけどね、うん、うん、だからまあどうなるかわかんないですけど、うんうん、まあ、この動画上がってる時もし下手したらまあさすがにないか、ストック的にさすがにないかもだけど、うん、うん、もしかしたらもうクワカブキャッスルの方で、うん、動画取り出してる可能性もあるから、うん、楽しみだね、楽しみですね、うん、さあまあそこも含めて、うんうん、ちょっとスマトラもポルテリもパラワンもペール家もまあいろいろ夢広がる、うん、いい時間になったんで、うん、皆さんも見ていただいてありがとうございました。そんな感じで今回の動画は以上になるんですけども、概要欄に、僕の出させてもらってる飼育本だったり、こういった T シャツだったり、具志堅の YouTube チャンネルだったり、普段僕が使ってて便利だなと思った、Amazon に売ってるような用品とか、そういったのも載せてたりするんで、そちらもぜひチェックお願いします。ご視聴ありがとうございました。